薩摩3042です。本日3月19日はですね、ランディ・ローズの命日ですよね。もうランディ・ローズが天国に、召されて39年が経とうとします。早いですね。皆さんそれぞれの思いを持って、ランディ・ローズを忍んでるとは思うんですが、皆さんね、ほとんどの方が中学か高校やったと思うんですが、私もですね、明日、3月20日にですね、 YouTube ライブ配信、ランディ・ローズトリビュート、スペシャルライブ配信をしようと思っております。それでですね、新興ミュージックさんからですね、僭越ながら、依頼を受けましてですね、ランディ・ローズの D を弾かせていただきました。ミュージックライフチャンネルの方で、ぜひお聞きください。私の方でもですね、動画の方をアップさせていただきますので、よろしくお願いします。それでですね、今回、ランディ・ローズイヤーズとしてですね、こういうバンドスコア、これランディが在籍していたね、ファーストアルバム、セカンドアルバムね、そして、ライブ版、トリビュートの中からですね、全曲ですかね、ほぼ完全制覇で、楽譜、スコア出しております。はい、こっちはですね、ギタースコア、要するにギターだけ乗ってる、こっちはベースもドラムも全部乗ってるんですね。はい、これね、新興ミュージックレコーズというね、ウェブサイトから、ウェブショップから、注文しますとですね、先着でですね、このなんとランディ・ローズのこのコースターですよ。ランディ・ローズをあしらってね、ピックアップとね、これピント、はい、まあこれね、私のところにもこんなに送ってきていただいたんです。ありがとうございます。また、ライブ配信でプレゼントかなんかしようかなとも思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、コースターだけではなくね、このすごく、これ未発表のフォトですかね、このポストカードもついてますので、まあ、知らんけどね、早めに、皆さんお買い求めくださいね。はい、それでは、お聞きください。
We'll be right back.